皆さん、こんにちは。ワンダリグルビーチです。では、今回は、ハーツ・オブ・アイアン4。レジスタンス DLC、アメリカ軍プレイの続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、アメリカ軍が占領していた沖縄、ここがですね、帝国陸軍に奪還されてしまったという状況が発生したので、まずはね、この沖縄の再奪還を最優先にしていきたいと思います。で、この沖縄にある飛行場を抑えることができればですね、その沖縄の飛行場から日本本土に爆撃が可能になるので、ここはどうしても抑えておきたいというふうに思っています。なので、ここの奪還作戦を行っていきます。ここの奪還作戦には第8軍の4師団と、あとはですね、上海の方に従軍していた2つの師団、これを強襲上陸をかけて、那覇のね、空港の奪還と合わせて6師団合計、投入して奪還を行っていきたいと思っています。で、もう一つ、海軍の方なんですけども、どうしてもね、海軍が前回、山本五十六さんの連合艦隊の前に敗退してしまったので、まあ、それゆえにね、この東シナ海、沖縄周辺の制海権も十分に維持できない状況があって、この沖縄がね、再奪還されてしまったというところだと思うので、海軍の方も少し手こ入れをしてあります。具体的な内容なんですが、まず、第一太平洋艦隊の司令官にはニミッツさんを迎えています。こちらのニミッツさんですね。これで、まあ、ちょっとね、山本五十六さんに比べると、それでもまだ見劣りするんですけども、これでね、なんとか巻き返しを行っていきたいというのと、戦力もだいぶ充実させています。具体的な、その戦力の内容なんですけども、まず今、第一戦隊ご覧いただいてますが、第一戦隊の方はバージニアとメリーランドですね、がドック入りしています。で、このドック入りが開けるのをちょっと待ちたいなというのが一つ。で、続いて、第一航空戦隊なんですけども、ここもね、空母サラトガが今修理中なんですけど、艦載機の構成を少し見直しました。今までは、戦闘機、まあ、直営の戦闘機であり、護衛機でありっていうところの戦闘機と、あとは近接航空支援機、さらに爆撃機、そして艦攻、これをね、ある程度バランスよく配置していたんですけども、今回はですね、ちょっとこれを見直して、まずは、帝国海軍を葬り去る、その目標に向かって、艦攻の数を増やしました。対艦攻撃機の数を増やしています。で、これはですね、同じことが言えて、この第3戦隊の空母群、ここも同じように艦攻の数を増やしました。近接航空戦力の数を減らして、艦攻の数を増やしています。なので、本当にね、もう敵の空母を沈めるというのを最優先に考えた艦載機の構成に見直しを行いました。これでね、ちょっとね、帝国海軍に蓋は吹かせてやろうというところを考えています。もう一つですね、これも前回ちょっと最後ね、残念ながら、このアメリカ軍のね、諜報機関の中で一番の綺麗どころ、ジェミーちゃんが捕まってしまってるんで、ジェミーちゃんの奪還作戦ですね。これが41年の1月29日に完了する予定なので、この結果もね、ちょっと注目をしていきたいと思っています。ここですね。ジェミーちゃんをなんとか奪還してあげましょう。では、時間を進めていきます。沖縄の奪還がうまくいってくれないとちょっと話にならないんでね。沖縄の奪還がしっかりうまくいってくれて、かつ、海軍がね、しっかり敵の海軍に勝ってくれる。で、ジェミーちゃんも取り返す。この3つ、最初にね、頑張っていきましょう。で、ペルーが日本側についたという話ですね。まあ、ペルー、南米、特に今すぐ影響が出ないと思うので、ここはスルーしましょう。で、戦車の実験が完了してるので、国家方針ですね。ここもすぐに効果が出るものをちょっと取っていきましょう。そうすると、海事委員会、これを入れて、海軍のね、造船所をブースト取っていきます。今、建設級の方では、軍事工場、民事工場、そして造船所と、3つ並列で作れてますんでね、海軍の造船所、これをね、しっかりブーストを取っていきたいと思います。さあ、では、沖縄の奪還戦をね、ちょっとしっかり
見ていきましょう。沖縄の奪還がちょっと微妙な情勢だな。沖縄を奪還するにはね、東シナ海の制海権を確実に取っておきたいんですけど、そのための戦力が今不足しているっていう状況もありますからね。なんとかここはしのいでもらいたいな。では海軍の方ですね、ちょっと修理状況を確認していきます。第一航空艦隊、第一航空船隊の方がサラトガが 95% まで来ましたね。これが 100% になったら艦隊船が挑める。では時間を進めていきましょう。そしたら沖縄の奪還うまくいってますので、沖縄に駐屯する師団の数を4師団に増強して、沖縄の守りを固めておきたいと思います。で、沖縄のね、飛行場には、爆撃機を配備して、この爆撃機で、敵のね、工場を破壊しておきます。日本の工場ですね。で、あとはですね、海軍の方も、第一航空船隊が戻ってきましたので、第一航空船隊を使っておきます。フィリピン、東シナ海、この辺りのね、守りをしっかり固めておきましょう。できれば、この状態で敵と一戦交えたい。今までと違ってね、艦載機の構成もしっかり、見直しましたからね。ここぞとばかりにしっかり敵の海軍をね潰す、その算段を練ってきたという中での戦いであれば期待できますもんね。ではちょっと時間を進めていきます。おっと、ここでウォルフちゃん、殺されてしまいましたね。ウォルフは一番最初に雇ったエージェント、サイコさんのエージェントでレベルが2に上がっていたんですけど、ちょっとここは残念だな。日本のエージェントに殺されたと。まあ、ただし、ジェミーちゃんは戻ってきてくれたので、ジェミーちゃんをね、復讐戦を込めて、再び、日本に潜入させましょう。で、新しくね、殺されてしまったエージェントの次をまた雇っていかなきゃいけないので、まあちょっとドライなことを言うようですけど、ここはね、次のエージェントを雇っていきます。で、30日後に次のエージェントが雇われるという状態ですね。そうか、ジェミーちゃんは、この、ウォルフの死と引き換えに戻ってきてくれたんだな。しっかりね、ちょっと生かしてもらいましょう。では、この次ですね、ちょっと見ておきたいと思います。山本五十六さんの連合艦隊と戦ってますね。双方に大きな損害は出てないですね。フィリピンの輸送船団がちょっと一部ダメージが出たと。いうこと以外に、大きな動きはなし。ちょっとここの艦隊戦はね、見たかったところではありますけどね。ただ近いうちにこれもう一戦ありますね。同じ海域に展開している以上、次の海戦は近いと思われます。はい。そしたらですね、ちょっと沖縄の方に再び帝国軍が強襲上陸をかけてきてますので、ちょっとこれをなんとかしのぎたいかな。4師団でしのげるかどうか。
何とか追い返してもらいたいところですけどね。大丈夫そうですね。沖縄4師団投入したので、これで何とか防衛はできそうです。で、続いて海軍の状況をちょっと確認します。台湾で修理中の第一戦隊ですが、これがちょっと状況を見ておきますか。メリーランドが 73.4%。もうちょっと待ちたいかな。やっぱり完全に回復した状態で戦線に復帰してもらいたいですからね。まあ、ただ、今の戦力でも、第一航空戦隊、そして第三戦隊が戦闘に参加さえしてくれれば、戦力的にはね、帝国海軍よりも有利な状況は作ってあるつもりなので、十分にね、戦えるのではないかなとは思っています。Yes, sir.中国大陸の方は少し呼吸が行き届いてないですが、まあ、ちょっとこのまま、北京まで無理強いしましょう。で、エージェント雇います。ウォルフちゃん亡き後のエージェント、さあどうしようかな。ジェミーちゃんクラスの子がいればいいんだけど、ジェミーちゃんクラスの子はいないか。ジェミーちゃん群を抜けて可愛いからな。じゃあリサにしとくか。頼むぞリサ。リサをどこに参入させるかな。あ、北京かな、やっぱり。それか北、うん、朝鮮半島か。朝鮮半島ですね。で、そろそろヨーロッパの方もしっかり見ておく必要はあるので、ベルリンにも潜入だけさせておきましょう。下地を作ってもらいます。そしたらですね、今掘削の4が終わりましたので、掘削の4が終わったことによって、おっと、しばらく見てないうちに会員の支持がゴリ下がりしてますね。これちょっと早急に手を入れなきゃいけないな。で、掘削の4を入れたことによって、このクロムをね、自分たちのところで取れるようにすることができるので、これを入れます。これによって、貿易に使っている民事工場を減らすことができますと。で、民事工場を減らすことができれば、貿易に使う民事工場を減らすことができれば、その分をね、軍事工場の建設に回せるという算段ですね。で、空いた研究枠ですが、ここは、集中工業の4を入れておきます。依然として沖縄戦は続いている状態だな。海軍の方は、敵の海軍と艦隊決戦を挑みたいところですけどね。おっと、ここ艦隊決戦になるな。味方の第三戦隊が敵の主力艦隊を見つけてますね。ここはちょっと注目したい。で、海軍の、敵の海軍の状況ですけど、戦艦が6、母艦が7、ここは変わらずですね。で、展開しているのもここに展開しているであることは間違いなさそうだ。よし、ここで蹴りをつける。艦隊戦になるかどうかはちょっとわからないですけどね。で、フライングタイガース、これはもう入ってもらいましょう。で、艦隊戦だ。艦隊戦、問題の艦隊戦。艦隊戦になるかどうか。ならなそうですね。
艦隊戦には至らず、遭遇戦にもならなかったという状況かな。まあ、沖縄のね、防衛作戦は引き続き続けていきます。で、ちょっとこっちの方が微妙な状況になってるな。まずは包囲殲滅しちゃいましょう。展開している部隊の数がちょっと多すぎるんだよな。朝鮮半島に上陸かけるにもちょっとまだ木が熟していないという状態なんで、一度そしたら陸軍撤兵させましょうか。数が多すぎてもちょっと厳しい、補給的にね厳しい状況になるんで、この包囲殲滅戦が終わったら一旦第5軍を引き上げます。はい。そしたらですね、またエージェントが捕まり、一人は隠れているという状態なので、ここはね、またエージェントの奪還作戦を行っていきましょう。どうしてもね、エージェントは救ってあげたい。で、地下に隠れてるエージェント、このまま身を隠してもらいます。フィリピンの方に敵の強襲上陸が来ている？海軍だな、海軍。海軍が。今、メリーランドがあと、まあ、92.8% まで回復来てるので、もうちょっとですね。もうちょっと我慢しましょう。もうその間にフィリピンが陥落したら目も当てられないですけどね。沖縄はね、手段数を増やしたことによって、まあ、ある程度しっかり、防衛ができているという状態を作り出せています。Yes, sir. はい。そしたらですね、ついに第一戦隊、これがね、しっかり回復しましたので、東シナ海、南シナ海、ここで帝国海軍を張ります。なんとかね、そこに敵がやってきてくれたら、確実に撃破していくということを狙っていきましょう。なんとか帝国海軍のね、主力艦を沈めておきたいところなんですよね。ちょっと見逃していましたけども、ここで帝国軍のですね、ここは空母がいない艦隊にはなりますけども、ここで敵の艦隊と戦ってますね。味方の損害駆逐艦が6、敵の方は、軽巡が1、駆逐艦が9、撃沈してます。まあ、ちょっと小競り合いの息を出ないかなというところですかね。できれば敵の大型艦とね、ぶつかりたいところですね。なかなかちょっとその敵の大型艦とね、ぶつかるっていう機会がまだ出てきていないという状況ですかね。とはいえ、この海域にいるのは間違いがないので、しっかりね、捕捉していきましょう。
ここでもね、先ほどと同じ敵の艦隊だと思いますが、ここで敵のクルーザー4、駆逐5を撃沈しています。これは第3戦隊ですね。空母が5入っている第3戦隊。いや、違いますね。ごめんなさい。これ第1航空戦隊ですね。第1航空戦隊が敵のクルーザーを4、駆逐を5撃沈してます。よし、徐々に外堀を埋めつつある。あとは敵の大型艦。いるのは間違いないんですよね。ちょくちょく発見の連絡は来てるので、いるのは間違いない。あとはどこにいるのかというところなんですけどね。ちょっとそれをまだ確実に居場所が特定できていないという状態なので、特定したらね、すぐにでも部隊を送り込んでいきたいかなというところですね。さあ、どこにいる？うわ。リサもキャプチャーされてんな。リサの奪還作戦も行っていきましょうか。もう、いろんなところでね、エージェントが捕まってきちゃってるんで、これなんとか、リサも回収してあげなきゃいけないな。で、大陸の方はもうほぼ、帝国軍を駆逐できそうですね。この後は満州から朝鮮半島へと戦いを移っていきそう。で、いつまでじゃあ日本ばっかり構ってるんだって話なんですけど、何としてもやっぱりね、帝国海軍を叩いておかないといけないので、帝国海軍を叩いたら、欧州方面、ドイツの方にね、兵力を振り向けていきたいと思ってます。陸軍の方はもう、ほぼほぼ、任せておいても大丈夫かなっていうところまで来てはいるんですけど、海軍の方はまだね、予断を許さない状態がずっと続いてるので、なんとかね、帝国海軍を叩いてから、欧州戦線の方に繰り出していきたい。まあそういう状況の中で今ちょうど敵艦がここにいますね。第一航空戦隊が敵の第6任務部隊。ここに主力艦9から11入っているって言ってるので、ここに空母がいる可能性が極めて高いですね。ここで戦闘になってくれて、かつ勝てれば一番いいんですけどね。艦隊戦にはならずですね。いやー、なんとか艦隊戦したいところなんですけどね。ちょっと残念ですね。と言っているところでちょっと確認しましょう。ここは、第一戦隊ですね。戦艦が10入っている第一戦隊が敵の艦隊とぶつかってます。で、味方の方は従順1、駆逐1が撃沈されていて、敵の方は、これ何を撃沈してる？陸奥を撃沈してますね。戦艦1、従順が1、クルーザー軽巡が3、駆逐8を撃沈してます。うん。徐々に外堀は埋めている感じがする。なので、あとは敵の空母。敵の空母ですね。空母を何としても仕留めたい。もう仕留められる準備はできているかなと思うので、ちょっとね、その動きを加速化していければいいかなと思います。というわけでね、ちょっと今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、まずは帝国海軍を潰す。その次は欧州戦線の方に部隊をね、送り込んでいくという段取りでね、プレーの方は考えていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。